おいっすー、キロンです。韓国版で新たに実装されるくのいちの新情報がついに届きました。今回は情報をもとにくのいちの性能予想考察をしていきます。くのいちは動きが速いアサシンタイプのクラスになります。機動力が高く忍術や手裏剣を使って戦います。相手を翻弄するような戦い方ができそうですよね。性能的にはウィンドウォーカーとシュラを足したような感じになると思います。ということで、ここからはくのいちのスキルの詳細見ていきましょう。くのいちで最も特徴的なのは忍びマークになります。いずれかのスキルで攻撃を当てて忍びマークを敵に付与、他のスキルを使用して発動することができます。まあこれ、パッシブスキルのようなものですね。で、この時敵には出血効果を与えます。そして1つ目、これは前方に硬直を与えるスキルになります。進化効果で10秒間攻撃力が増加します。このスーパーアーマーがあるのか気になるところなんですが、詳細はありませんでした。そして2つ目、扇形に広がるスキル、効果はノックバック。進化効果で10秒間攻撃力が増加します。前方ガードかスーパーアーマーを選ぶことができるんですが、足を止めての攻撃になるので評価が結構高いかなと思います。で、3つ目、前方に飛んで攻撃するスキル、ジャンプ中キャッチ負荷のスーパーアーマーで敵をバウンドさせます。まあ、これまんまハサシンのスキルですよね。進化効果で10秒間防御力増加。そして4つ目、このようなスキルです。最初が浮かし、最後がノックダウンのスキルになります。系列がついていないんでダメージはあまり期待できなそうかな。5つ目はブリンクのスキル、1、2撃目が気絶、3撃目がノックバックのものになります。これウィンドウォーカーの特攻に似てますよね。進化には攻撃力減少、出血ダメージがあります。6つ目は手裏剣を飛ばした先に瞬間移動するスキル、硬直を与え進化には移動速度減少があります。まあ、マーキングをした先に飛ぶということで、スーパーアーマーの有無わからないんですが、これかなりいろんな使い道がありそうだなっていうことで、結構 PVP ユーザーワクワクするかなと。で、7つ目、刀を突き刺すスキルです。ノックダウンを与え進化には攻撃力、防御力減少、 HP 回復があります。単発スキルに HP 回復いいですよね。8つ目、手裏剣を投げながら移動する遠距離スキル、進化には出血があります。まあ、手裏剣投げながらこの高速移動可能なので、これスーパーアーマーあったらね、簡単な引き打ちができてかなり強いかなと思います。で、9つ目、煙幕を張って消えるスキル、ハイドと同時に後ろに飛びます。潜伏後2秒間攻撃されても潜伏が解除されることはありません。そして10個目、これ投げスキルになります。ジャンプ中無敵です。攻撃中スーパーマンですけどね、これ強いですよね。見た目投げてるっていう状態が分かりやすく映るってことは、イコール GVG で味方との連携取りやすいので、すごいいいなと。ここまでね、分かっているくのいちの強い要素をちょっとね、まとめてみたいと思います。こちら、三段ブリンク持ち、キャッチ負荷スーパーアーマースキルが、おそらく前方ガードこれまくれると。で、足を動かない前方ガード持ち、高い機動力の遠距離スキル持ち、ハイドスキル持ち、無敵投げ持ちということで、ね、めちゃくちゃ強いと思います。活躍場所で言うと、まあ、闘技場とかね、ラモー戦場とか黒い太陽あたりがエグそうな気がします。ライン戦を求められる GVG では、まあ、ノバやソラリスには劣るかなっていう感じはあるんですが、まあ、ただ機動力を生かした偵察など、その辺はね、オールマイティに役割をこなせそうな感はあります。スーパーアーマーの有無とかそういうものはまだはっきりしていないので、その辺がしっかり分かればより評価が固まってきそうです。ということで、今回はこれにて以上。次回の動画しっかりね、考察すると思いますので、お楽しみにください。それではありがとうございました。